2012ジュビロコルテアズアウォーズ、皆様への感謝を込めてプレイ部門ベストヤングプレイヤー賞の発表です。この賞は U23 の中で最も活躍したプレイヤーに贈られます。ノミネート選手をご紹介いたします。さあ、お名前を呼ばれた選手はその場にご起立ください。それではご紹介をいたします。背番号8番ペクソンドン選手、続いて背番号22番菅沼俊也選手、続いて背番号27番木下隆明選手、背番号9番山崎陽平選手、そして背番号14番押谷優希選手、以上5選手となります。さあ、それでは発表いたします。プレイ部門ベストヤングプレイヤー賞は背番号22菅沼俊也選手です。さあ、ご紹介をしました菅沼選手、選手の前にお進みください。プレイ部門ベストヤングプレイヤー賞を受賞された菅沼俊也選手には盾が授与されます。おめでとうございます。七海さん、菅沼選手のプレーについて一言いただけますでしょうか。いや、春先からキャンプからずっと見てましたけど、時が経つにつれてやっぱ自信も出てきましたし、ラインコントロールとか、それから攻撃に対するビルドアップの最初のボールとかね、自分発信でいろいろやろうとしたんで、そういったものが評価されたんじゃないですかね。まさに受賞に値すると。値しますね。はい、そうですね。ありがとうございます。菅沼選手、一言お願いいたします。このような賞をいただいて本当に嬉しく思います。これからも一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。お願いします。世界の拍手を上げてください。さあ、菅沼選手もね、監督曰く日本を代表する選手になるだろうと期待しているというね、コメントもありましたので、今後の活躍を期待しています。